日本一有名な漫画の1コマついに決定する。に対するみんなの反応集。それではどうぞ。多分違うけどこれ思い浮かんだ。ヤムチャ爆死。セル編のご飯悟空のカメハメハ。お前がナンバーワンだ。アラバスタ編の、これ返してくれてありがとうやろ。我が生涯に一片の悔いなし。普通にこれなのでは。53万。ドラゴンボールやとこれも強いな。これはセリフは有名やけどシーンを思い描けるやつは少ないやろ。ドラゴンボールの俺は怒ったぞフリーザ。カゴハンがスーパーサイヤ人2になるところやろ。これやろ。いろいろ考えたけどこれや。全く知らないけどここだけは知ってる。これが一番ピンとくるな。読んだことなくてもいつの間にか知ってる。やっぱいくら考えてもこれより有名なの思い浮かばないわ。コマは有名だけど何の漫画か知られてないやつ1位。読んだけど何の漫画か説明できないわ。京志郎のカレーはなんであんなに流行ったんや。他に絵のあるやろ。実際読むともっとエグいシーンがボロボロしてて驚いた。やっぱ竹丸さんよ。全く読んだことないのに竹丸さんだけは知ってるわ。ごわーって叫んでるとことか。人気投票とかはぶっちぎりで思うときさだなのに竹丸のが知名度ありそう。スレタイに一番合致してるのは明日の城下も長い漫画読んだことねえのに知ってるもん。ごわ我が生涯に一片の悔いなしのラオウとかこれも読んだことないのに知ってる。ほとんどのネタ画像は2チャンネルや SNS で貼られて流行った感じやけど明日の城の真っ白に燃え尽きたのと北斗の拳の我が人生の1コマはインターネットできる前からかなり知られとるからやっぱこの2つやと思う。どっちも読んだのはかなり後になってからやけどその前から城は燃え尽きるんやろ。ラオウは死ぬんやろ。ってのは知ってたな。憧れは理解から最も遠い感情だよ。あまり強い言葉を使うなよ。弱く見えるぞ。一体いつから強化水月を使っていないと錯覚していた。候補が多くて悩むな。今後は呪術の五条悟のシーンになってきそうな。五条悟のシーンと言われて初めて無料空所したところと五条と天上天下竜が独尊のところが頭によぎった。五条悟単体で絞れないから無理じゃないかな。呪術なら多分人の心とかないんかの方が知名度ある。呪術なら下等のなんでわかるんだよ。頭とかが知名度高そう。日本一有名な漫画の中の一番有名な一コマだよ。わかりますね。日本一有名な漫画ってなんだ今。ワンピース、名探偵コナン、ドラえもん、サザエさん、ちびまる子ちゃん、クレヨンしんちゃん、このあたりのどれかだと思うが。ならコナンの取引現場に夢中になっていた俺は後ろから殴られて妙な薬を飲まされ気がついた時には体が縮んでしまっていた。これかね。なんせ毎年映画の冒頭でやってんだもん。決まりました。マルコやクレヨンしんちゃんは漫画としての知名度は微妙じゃない。サザエさんは漫画読んだことある人そんなにいないと思う。ワンピとコナン以外を漫画原作だと認識してる人がどれだけいるか。ワンピースに関しては取り消せよ。今の言葉の方が有名やろ。スレのアラバスタ編のやつは名シーンだけどワンピース読んでるやつしか知らんやろうしな。このハンバーガーとコーラは世界で一番売れている。元ネタ QED だけど話の内容と全く関係ないセリフなんよな。確か関係者のトレーダーに話聞きに行って金持ちなのにそんなの食べてるのかの返答。読まずにこれ使ってるやつの多いことよ。俺は理解するために QED 全巻読んだよ。めっちゃ疲れた。男坂週刊誌版の見開き最終回俺はまだ登り始めたばかりだからな。この果てしない男坂尾はこのサイトでは有名だが世間一般的にはどうかな。明日の城の死に様に比べてタイガーマスクやサムライジャイアンツの死に様はあまり有名でないのはなんでやろ。タイガーマスクは子供助けるために車に轢かれて死ぬんだっけか。サムライジャイアンツのラストは急ぎ足だった感じがあるんだよな。原作者が同じ人だからまたかって感じでインパクトがない。ラオウの昇天シーンだと断言できるパチスロでシリーズずっと使われてて漫画読まないジジババでも見たことあるからな。
トチカス3000万人時代のメイン機種で未だにシリーズ新作が出てるから、すでに土地やめた高齢者から最近スロ始めた若造まで幅広い年代に知られている。焦点鉛筆は特定条件達成しないと見えないし、達成時には対象してるから記憶に残りやすい。漫画読んでない人は漫画のコマと認識できないし、そもそも漫画のコマじゃない。サザエさんやちびまる子ちゃんはこれぞというシーンがない。ドラゴンボールや明日のジョーは男に偏っている。ってことで、ドラえもんのジャイアンに勝ちボロボロになったのび太くんをドラえもんが支えながら歩いているコマか。嬉しくない。これからもずっとドラえもんと暮らさないかな。ジャイアンに勝ったシーンは知ってるけど、他はあんま知らんな。女に知名度はあるかもしれんけど、逆に20代くらいは知らんのとちゃうか。そこらへん、あるいはスラムダンクから、バスケがしたいか、諦めたらか、ルカワと花道のタッチか。他はアニメのインパクトも大きいけれど、ルカワ花道はアニメではないからね。明日のジョーと北斗の拳で納得する人が多くてちょっと安心した。それらは社会現象レベルかね。特にラオウは葬式まで開かれたって聞いたけど、社会現象かはわからないけど、インターネットがない時代に大抵の少年は知ってた男の子が夢中だから、同世代女子や親もタイトル類は知ってる作品やろ。老若男女知ってて、インパクトあるとなると、なんかドラえもんが道具出す時の手のアップが浮かんだわ。ワンピなら毎回あらすじでやってるロジャーが処刑されるシーンやろ。俺の財宝か、欲しけりゃくれてやる、うんぬん。まあそしたら元の知名度的にコナンのが上になるかもしれんが、60代以上は数が多い割に漫画アニメのこと全然知らん人多いから、ここら辺に知名度あるところが強い。それより下な人はテレビとか漫画から漫画のパロディで結構ネタを知ってたりするから、実は知られてたりするパターン多い。ラオウは全然ピンとこなかったが、明日のジョーは納得できる。確かに読んだことないけど、このシーンだけは知ってるな。こう見ると映画に比べて誰もが知ってる名シーン少ないっすね。映画は2時間だからな、漫画は長すぎるからばらける。地上波で流れる映画に比べて漫画は読んでる人が少ないから、誰もが知ってるっていうのが難しい。ワンピースですらアニメしか見たことない。作品名やキャラは知ってるけど内容は知らないって人は少なくないからな。漫画の神様のくせに名前も上がらねえ。手塚さん、ポンプが髪を煽るとかおこがましいとは思わんかね。しかし手塚作品で一番ったらなんだろうな、ボンカレーはどう作ってもうまいのだかね。日本の漫画で一番有名な一コマなら進撃の5年ぶりがダントツだろうけど、日本内で有名だと弱そうだな。国外の話なら、漫画読者数アニメ視聴者数だから、世界一有名な漫画のコマを予想するのは実に難しい。実際に書籍、電子書籍で漫画を読んだことがある人より、ネットで出回った絵を知ってるだけの人の方が多いだろう。情なのは間違いないけど、なんでこんな情が知られてるのかはよくわからんというか覚えてない。当時学生運動が盛んで、実際に学生が死んでるから真っ白に燃え尽きたい若者衝動と情がダブった。そしてその衝動はいつの時代の若者にも共感できる。海外読者まで含めたとき情が有名かどうかは気になるな。やっぱドラゴンボールとかになるのかな。けど DD は漫画ってよりアニメだし、やっぱり海外まで含めた1位は気になるな。日本一有名だとヤムチャかなーたのアニメとかのパロネタになってる回数がダントツだし、ラオウとワンピの腕のマークのやつは有名だけどさほどパロネタにはされてないからなー。今海外の掲示板見ると五条の勝者のシーンがそのスレのアニメ漫画ゲームのキャラになってる子らが多いで。今回は以上になります。このチャンネルでは話題になった人気の漫画についてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので、興味を持った人は良ければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。